をコンって床につくんだけど、痛いんだよこれは。こんにちは、ヒイラギです。はい、今日は EXILE THE SECOND のイエイイエイイエイのメインパートの振り付けをやっていきます。今回ですね、バックダンサーの人とかいろいろ振り付けがごっちゃになったバージョンなので、あくまでも参考程度にお願いします。はい、ということでまずは大まかな流れをカウントでやっていきたいと思います。では行きましょう。5678イエイ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 、あけて5 4イエイ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 、お5 5 5 6 7 8 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 5 5 5 6 7 8
。はい、じゃあちょっと僕なりの解説みたいなのに入っていくんですけど、まず前のカウントで「おう」みたいな「イエイイエイイエイ」の歌詞が始まる前に一拍あるんですが、それに合わせて左足を前で、右手はもう前、こうちょっと「8」「5」「6」「7」「8」「イエイ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 」と始まっていきます。前のカウントから一拍前に出たら、まず斜め後ろに開く、で腕だけ真ん中に戻す、そして腕を真上に上げると同時に足も戻してくる。この時は後ろぐらいでいいかもしれないです。そして、1回この状態でダウンして前にスライド、人によってはいろんなところにスライドします。そして3回ジョンジョンジョンと跳ねます。で最終的にはこう左サイドにヤッホーみたいな感じでスライド、手はなんかバレーボールをトスするか、それともこうそれこそヤッホーみたいな手か、この状態でスライドしたら手を左右に広げて足を前に出す。そして右手を下に残したまま足を広げる。これを1回引きます。そして耐久移動です。この時腕は、まあ、僕は今ちょっと回したんですけど、もう普通になんか頭の後ろに戻すとかでもいいと思います。で人によってはこれの耐久移動は前に進んだりするので、僕の場合はまあ後ろに、この状態から後ろに進む。で耐久移動が終わったらですね、今度ロッキンパレードが続くんですが、何やったかな、なんていう動きがちょっと度忘れしたんですが、この状態から5、6、足を右つく左に伸ばすんです。腕は十字を切るというか、クロスという感じ、上にある状態からクロスで、クロスしたら立ち上がって12ロック、そして今度スティートラビット、トン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 、これ嫌なところが右蹴りです。右蹴り軸足、左を残すんで、もし左派の人がいたら超やりづらいです。僕は左でいつもやってたんで超やりづらい。12ロックで戻ってきたら前にスキータラビットで、もうここもロック尽くしで、さっきのヤッホーを変えるとイエイ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 で5、6、7、8、1、2、3、4、5、6となります。で最後7、8は両腕を上から下に、指を差しながらですね、上から下に持ってきます。汗が目に入ってても、で両腕を下に持ってきたら、この状態から、本当は2ダウンつって膝をコンって床につくんだけど、痛いんだよこれは、これも痛いんだよ、痛いからですね、バックダンサーの人、ここは僕は見習いました。膝を内側に入れるだけで、操り人形みたいな、本当はやりたい人はですね、膝を地面についてください。
やり方としては内股になってそのまま前に倒す。で膝をついてゴンです。スティータラビットでワン、ツー、ツー、スリー、フォー、オー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、ツー、スリー、フォーという感じです。まあ、この状態手は多分こうでいいと思います。ワン、ツー、ウー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトは体型移動。そして体型移動したらサビの後半です。イエイ、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 ファイブ、シックス、セブン、エイトっていう感じです。1回目の A で右足を横に出す、引く、戻す、で足を開く、戻すです。で右手、構えてる右手を振るのと同時にファイブ、シックス、セブン、エイトというふうに後ろに下がります。で後ろに下がって最後のこの状態から次のイエイ、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 イエイ4回です。イエイ4回で出す、アップ、ダウン、アップ、ダウンで最終的には前にスライドで5、6、7、8は右足、左足軸で右足でアップ、ダウン、アップ、ダウンでちょっと回って次腕をチャキン、ウルトラマンみたいにしながら、ウルトラマンみたいにしながらアップ、ダウン、アップ、ダウン。ひょっとしたら僕アップダウンじゃなくてもう単純にこう乗ればいいのかもしれないです。音の取り方はちょっと諸説あり。はい、前の振りからイエイ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 、ファイブ、シックス、セブン、エイトでシャキンポーズでワン、ツー、スリー、フォーが終わったらファイブ、シックス、内股、ああ硬い、内股、エイトで外股あんまり違いがなかったですね。内、外、まあ気持ちでいいです。気持ちこう内、外みたいな感じ。5、6、7、8です。で、最後は、歌詞でいうところの、このパラダイスにてってってってるのところなんですが、最後は、内股から外股に戻ったら、左手でかき分け、右手でかき分けしながら、右足から、ワン、ツー、スリー、フォーです。で、最後は、お構いなし、ダンスナウですかね。もうこれが終わったらあとは多分各自自由でいいと思います。この動きが終わったらかき分け、かき分け、5、6、7、8終わりっていう、あとはもうフリームーン。はい、以上がですねイエイイエイイエイのフリーなんですが、ニーダウンのところとかね、ちょっと説明不足になったので、あといろいろ今回ロッキンの動きとかがいっぱい出てきたので、もしちょっと必要とあればまた別枠で解説を行いたいと思います。ということで今回 EXILE THE SECOND さんのイエイイエイイエイでした。音源付きゆっくり踊ってみたとかは Twitter の方で上げてますので、ハッシュタグで検索をしてみてください。ヒイラギでした。ありがとうございます。